皆さんこんにちは演出家のまさきです日本のゴミ出しが細かすぎるのでいろいろあれこれ分別しなきゃいけないのでゴミ屋敷もまたどんどん増えてくると言われていますその一方で腰を大切にする素晴らしい日本の古本や文化もある古いものを大切にするというこの狭間の中で 片付けがうまくいかないということも出てきている捨てられないことがしまう片付けるの瀬戸際今日の人間力増進講座41回目ときめくこんまりお片付けというテーマでお送りしたいと思いますなんでいきなりお片付けなんでしょうかねこのお片付けの中に実は極めつけの 人間力があるからなんですねまあそんなに重たいテーマではないので軽く聞いていただければいいと思います3つのポイントでお話ししたいと思います1つ目、しまう、片付ける2つ目、片付けられない3つ目、ときめき1つ目のしまう、片付ける どうやら日本人と欧米人では片付け方、しまい方に大きな違いがあるようです日本人はどちらかというと片付ける 欧米人はどちらかというとしまうという感覚のようですね日本人はその片付け方がひたすら重ねていくということなんですねピアノの上にまた片付け上に乗せてまた上に乗せ我が家のピアノは弾こうと思った時になかなか弾くまでに時間がかかる電子レンジがあれば電子レンジの上またその上上,上に重ねていくということですね もったいない捨てられないという観念が日本人は強いしかも新しいもの好きなので使い捨て文化が一番発展しているということですね北海道の発想は日本より寒い国例えばロシアとかそれ北の方には全くないそうです北海道のような提案をしても全然受けない 基本寒いいいいは重ねねすすればいいとということなんです、ね、欧米人はどうなのかというと目に見えない状態にするなのでしまううとということですねもう目につくものはドアの中ドアの中にしまっていく収納があってもなくてもしまっていく重ねることは片付けたことにはならないもったいないという感覚もない。 使わないものはまず捨てるという感性があるということなんですね日本人の無駄日本の粗大ゴミはまた使えるものが多いので日本に住む外国人は非常に重宝する私がサハリンとかにこう行った時にですね昔の車がまだ動いてるダットさんなんかもありましたあるいは何とか畳店というのを書いたまま日本が書いたまま走ってる古い 車が走っているのでびっくりしたことがありますそして無駄になる食品も632万トンなんかどれくらいなのかよく分かりませんが原因は日本人は鮮度を最もあるいは過剰に気にする民族なんですね一般廃棄物の排出量も OECD によるとまたこれが1位からずっとあって日本は6位1位は超ゴミ大国のアメリカ リサイクル大国で有名にもかかわらず2位がドイツ3位がフランスイギリスと続いてって日本は6位またこのリサイクル率も日本は世界で6位なんですねさすがにリサイクル大国のドイツがリサイクル率は1位2位が韓国3位がイギリスフランスアメリカと続いて日本はまたここでも6位ということで。 ところでウィズコロナになってネット販売によるダンボール夏休みの自由研究で子どもたちがだいぶリサイクルに貢献してくれましたがダンボール、コロナ以上にただいま増殖中らしいです。二つ目のポイント、片付けられない。片付けられない人の特徴はまず捨てられない。うちの妻も捨てられない。二つ目、浪費癖。これは 節約の反動によるストレスで何でも買ってしまう100均とかありますからね3つ目汚いと思っていないそういう方は是非友人を招くといいかもしれませんそして4つ目が寂しがり寂しさを物で埋めるってどういう意味ですかよくわかんないですよね。5番目がががが仕事でできなないいいいい人人多い部屋が汚い人は低収入になりやすすとうう特徴を持ってるようです じゃあこの汚い部屋の反動っていうのをちょっと考えてみると、まあ、1位が不健康ですよねダニやカビやコロナ害虫いろいろあるかもしれない2番目が時間の浪費これ片づけてる時間が無駄になる探し物をはじめとする無駄な動きが全体時間の30%程度を占めていると言います。 ということは1日16時間起きていると5時間近くも探し物をしているということになるんですね。 自分の部屋じゃなくてもビジネスマンが探し物をしている時間がなんと年間150時間なんとコスパが悪いんでしょうかそういう人の机の上は大抵ごちゃごちゃだそうですまたすごく高名な学者とかそういう方は何人か知ってますがそういう方の机まあ部屋いくつか見たことありますがだいぶ汚く見える私には。しかしか あれここに置いといたのにここに置いといたのにその人の中ではきちっと整理できるというそのようなケースもあるから一概には言えないかもしれませんまた汚い部屋の反動としての3つ目は頭の中も雑然としてしまうということですね小学生の時に今週の目標というものがあって 耳によくついてた言葉が「整理整頓清掃という言葉よく標語になって標語なのかなよく黒板に書いてありました。この先生で印象に残ってるのは「整理整頓がめちゃくちゃだったので全体クラス全員が怒られたことがあった」。 まず覚えている言葉がはなはだしいという言葉だった先生が私たちを怒っている時に繰り返しこのはなはだしいという言葉を使われました怒られながら心の中で柔らかくていい言葉だなと思った覚えがあります次に覚えているのが整理整頓とは何だということなんですね 私はこれ一つで整理整頓というまあ、片付けという意味だと思ってたんですがところが先生がおっしゃったのは整理は必要ないものと必要なものをより分けることその上で整頓することということだったんですねなので必要ないものまで一触短にして整頓するなんてことは何も考えてないことは,はだしいというわけだったんです 私はなんかこの見事な先生の怒り方になんか自分では感心していっぺんでこの先生が好きになりました友達とと自自転車でで東京のの自宅まま遊びに行ったことを覚えていますそしたら「あなた方は何考えてるの子供だけでこんなところまで来るなんて何も考えてないことはらはらしい」とまた怒られてちょっと気分が良かった。 小前までで我が家家この家からですね電車だとまあ10分か15分なんだけどまあ探しながら行ったんで1時間ちょっとかかったかもしれない迷いながら行きましたからね怒られるのはまあこれ当然なんですが私が気に入った「はなしいという言葉をそこで聞けたのは 嬉しかったわけなんですねちなみに先生のお宅とても整理整頓されて美しかった綺麗だったですねそして3つ目の大きなポイント「ととききめきということになりますこんまりこと近藤ま理恵さん人生がときめく片付けの方法」という本を出版してこれがベストセラーになりました「断捨離」という言葉もありますが。 片付けときめきこれつないだのはなんと素晴らしいことでしょうか2015年アメリカのタイム誌世界で最も影響力のある100人に選ばれたんですねこんまりさん片付けというテーマですよこんまりさんが言うには片付けは少しずつやるのではなく祭りだということなんですね片付けは一気に短期に完璧にということなんです見事ですね片付けによると 効果は人を穏やかにする生き方に迷いがなくなるなぜか痩せる。 ルーズじゃなくななくるからとということなんですねそしてよく片付け上手になるには収納名人になることと言われますがこれはどうなんでしょうか片付けが下手な娘が高校時代今はあまり上手じゃありませんがあまりあちこちに置きっぱにしていくのでもういちいち収納場所を追いつくったんですけど今度は収納場所があふれていったのでこれは意味ないなと思った覚えがあります。 ところで、この片付けるというこの型と書くのが私のイメージではどうしてたのかと思っていました。なんか、このこの字を書くと散らかっているのを、ちらっと隅の方にちょちょいと隅に追いやるような感じがしますが、語源を調べるとあるべき姿形が型に変わったという感じなんですね。型とは2つ揃ったものの、片方完全でないという意味です。型をつけるの型も。 型と書くので完全なものに型をつけるなかなか我が家は型がつかないわけなんですがそれにしても片付けとときめきめこうして年齢を重ねてくるともうもはやときめくなんてことはなかなかをどう思い出してもやっ 来ないなのでもう片付けないでいいかというとそうでもないわけなんですが私の場合の片付けの流儀は何しろ畳む目の前に畳んでないものがあったともかく畳み始めるんですね。 畳んでるうちにそれこそときめいてきてもう止まらなくなるどんどん片付け始めるそして勝負事でも「畳み込み!」というのがあるじゃないですか畳み込んでいく時にこそ私の心をなんとなくときめいていくんですねしかも畳み込む気を逃さないこれぞ人間力の発祥地極みというふうに言ってもいいんじゃないかと思うほど畳むということこれによって 片付けていく動機が出来上がっていくんですね洋服以外はほぼ捨てることに何の頓着私ありません機械的に捨てまくるそうすると妻がこれをより分けてほとんど捨てずに戻ってくる我が家はこれの繰り返しこれが妻の母親の代から妻娘に至るまでなの母子三代にわたる筋金入り 我が家はドン・キホーテのようにいろんなものが積み上がっているもう地震が起きたら何が何だかわからなくなるという感じなんですがあまりのことに捨てにかかると速達のように戻ってくるそれでも捨てるようにお願いすると娘が捨てたものを妻が寄り分け妻が捨てたものは今度は妻の母が寄り分けて母子3代のリサイクルが始まってしまう。 もはやこれはときめきめどころでではないといととう感じですねところが私も洋服とネクタイはなかなかこれが捨てられない T シャツ一つにも思い出や愛着があって着ないのにまだ持ってるどれを取ってもなかなか難しい試しにときめくかどうか手に触れてみると今度はときめいてるかどうかが今度分からないというもうこのどうにもなんないわけですが妻たちのはもっ 流私のはときめきいやはやもどっちもどっちという感じですがこの秋になっていく衣がえの時期どうかですね皆さん片付けるあるいは畳む何かで動機づけをして一気に片付け畳み込んでいただければいいかなと思います。そこに人間力を発揮してください。 さて次回褒め上手怒り上手一つの褒め言葉で2ヶ月は生きられると言ったのはトム・ソーヤの著者マーク・トウェイ人を褒めたら同時に物を頼んではいけない褒め言葉は無料でなければ価値がないと言ったのもマーク・トウェイどうぞ次回お楽しみください